ジャニーズ事務所創業者のジャニー喜多川氏、享年87の加害問題をめぐり、大手企業の間で所属タレントの広告への起用を見直す動きが広がっている。9月13日には、他企業がジャニーズと距離を置く中、モスバーガーでの新 CM で起用を続ける方針を発表していたモスフードも、一転して継続しない判断に変更となった。モスバーガーは、スノーマンの渡辺翔太さん、30、トラウルさん、20が出演する新 CM を11日に発表したばかりでした。しかし、タレントに罪はないという理由で継続起用に感謝するファンも多かったですが、同時に創業者の加害を見て見ぬふりをしていたジャニーズ事務所を擁護するような形にもなるため、不買しますというバッシングの声も非常に多かった。結局、モスフードは13日に、現在展開中のジャニーズ事務所所属タレントを起用したテレビ、CM や店頭広告などについてもできる限り速やかに変更しますと発表しました。ワイドショー関係者。スノーマンに限らず、ジャニーズタレントを起用している多くの企業が、契約を更新しない、今後は使わないといった趣旨の声明が連日のように発表されている状態だ。事務所存続の危機といっても過言ではない状況だが、その裏側ではあのエンターテインメント会社がついに動き出していて、9月14日、靴販売の大手企業、ABC マートが、広告キャンペーンに7人組グループインプを起用したことが正式に発表されました。インプは、インパクトアーズとしてジャニーズ事務所に所属していたのが、今年5月25日に全員で事務所から退所。7月14日に滝沢秀明氏、41、が立ち上げた芸能事務所、トベに合流した、やめ、ジャニーですよね、全道、トベはインプ。に限らず、元キング&プリンスの平野紫耀、26、と神宮寺勇太、25、元 V6 の三宅健、44、など、事実上のやめジャニの交流拠点と化している会社である。トップは、モッシュですけど、滝沢氏にも求められる説明責任、ジャニー氏の加害問題で各企業がジャニーズタレントの広告起用を打ち切る状況に合わせたかのようなインプの初 CM の発表に、朝から旦那にでさえ、ジャニーズはどんどん CM 降板させられ、とんのに飛べに引き抜かれた人たちは仕事決まっていくのはありなん。って聞かれたタイミングで、モスの CM 流れて、モスも降板なんやってなーって言われた。悲しい。滝沢は糾弾されず、飛べのインプ、ハイ ABC マートの新 CM って、本当に滝沢が関係ないと思ってんの？ここまでジャニーズタレントの起用を中止するなら飛べもあかんでしょうよ。こんなに話も聞かれず責められず活動できるなんて首謀者側である可能性も感じちゃうよ。飛べなら CM 出演 OK なの本当に意味わからないんだけど。ほぼジャニーズ2号店じゃん。トップはモッシュですけど。ジャニーさんを変えたいって表舞台引退した人ですけど。辞めたらこんなにも無関係になるの？飛べがスルーでこっちのタレントが理不尽に批判されるの納得いかない。メディアって人権って何？SNS では滝沢氏とジャニー氏の関係の深さなどを理由に批判の声も多く寄せられている。まず、ジャニーズ事務所が現在も批判され続けている大きな理由は、加害者の名を冠したジャニーズ事務所の名前を変更することに消極的な上、同族経営が批判されていたのに、ジャニー氏の名である藤島ジュリー景子氏が社長退任後も、代表取締役として株の 100% 保有したまま事務所に席を残し続けていることが一つ。もう一つは、新社長が創業家であるジャニー氏と、メリー北川こと藤島メリー安子氏、享年93、と距離が極めて近かった。そして当人にも過去のパワハラ疑惑が浮上している東山紀之さん、56、であることですよね。一つ目は、戸部とは関係ありませんが、二つ目に関しては、滝沢氏とジャニー氏の関係は東山さんとそれに近いところがあるため、世間からは厳しい批判の声が上がっていますよね。前室のワイドショー関係者。東山はジャニーズが小さな事務所だった時代から在籍している長男であり、9月14日発売の週刊文春、文藝春秋では、東山が過去にジャニー氏の加害を見て見ぬふりをしていた疑惑が報じられている。そんな、ほぼ創業家の東山が社長に就任したことから、事務所が本気で変わろうとしていないのではないか。そんな空気が流れてしまっている。沈黙を貫き通している滝沢氏、東山と創業家が近い関係にあった一方で、
滝沢氏も生前のジャニー氏に、直々に後継者と指名されていたり、ジャニー氏のお別れ会では霊柩車の助手席に座り、遺影を持っていたりと、東山と同じく非常に近い関係にあった。渡米についても、オーディションの風景などはジャニーズにとても似た感じであり、一部では、ジャニー氏が目指したエンタメをやるために渡米を立ち上げたとも言われていますね。それだけに、東山さんと同じく、ほぼ創業家と言われても仕方ない立場にあると考えられ、ジャニー氏の件でコメントを求められても仕方ないように思われますね。前室のワイドショー関係者。しかし、滝沢氏はジャニー氏の加害について、報道当時から現在まで完全に沈黙を貫き通している。そんな滝沢氏は、過去に、喧嘩した後輩同士を仲直りさせるためにその場でキスをさせるというエピソードトークを2016年7月の A スタジオ TBS 系で語っていたこともあったが、タレント同士でキスをするのは嫌だったとしても、後輩からしたら圧倒的先輩である滝沢さんに言われたら従わざるを得ない。当時はそのあたりへの意識も低かったという事情もあるのでしょうが、今だったらパワハラにも該当しそうな話です。ジャニー氏の件について下手に言及すると、東山さんのようにこういった過去の話を掘り返される可能性もある。そうした警戒心も相当あると考えられます。前道、滝沢氏はジャニーズ事務所の元副社長であり、未成年者も多いジャニーズジュニアの面倒を見るジャニーズアイランドの元社長でもあった。そこも含めて説明責任を問われても仕方ないところな気がするが、滝沢氏は昨年10月に退所してから現在までジャニー氏について、貝のように沈黙なのだ。それだけに、ジャニーズだけに逆風が吹き、渡米に追い風が吹いている状況には批判が出ても仕方ないですよね。9月7日発売の、女性セブン、小学館は渡米、スマップの元チーフマネジャーで新しい地図を手掛ける CULENの愛社長の2人に、ジャニー氏の加害を認識していたか、などの質問を送った結果、愛氏からは弁護士経由で簡素ながらも返答があった。一方で、渡米は担当者よりご連絡させていただきますのみで、回答がなかったことが報じられています。渡米のタレントが今後、活躍していくためにも、沈黙を貫き続ける滝沢氏の、改善略は握手になりつつあるのかもしれない。世間の批判がこれ以上強くなれば、滝沢氏も何らかのコメントを出さざるを得なくなるのかもしれませんね。前道、タッキーズ、ジェネリックジャニーズなどとも評されてしまっている、渡米、ほぼ創業家という見方も強い滝沢氏が口を開く日は、訪れるのか。画像、もうすぐ見納め、スノーマン渡辺翔太、ラウール、もち、パリ、トロッが可愛すぎる、モスバーガー、かぶりつきビジュアル。